はい、前回はトロが納税という概念を学びました。また人間に近づいたな。あのね、1999年に火災が滅んじゃうんだって。大歓迎でしょ。火災という概念が滅ぶのであれば、もう過ぎたよそんなの。こんな嘘を教えて何になるの、小学生みたいな嘘。トロトロ、1万年後。なんだそんな先のことなんだ。なんで騙されるんだよ。爆笑特集量だ。1999年で1万年後ってなんかおかしいなって思わないの。これが猫の限界か。早く人間にならないとな、トロは。トロ知ってる。恋するとどうなるか知ってるにゃ。ほう、何、女性は綺麗になるみたいな、そういうお話聞かせてくれよ。牛沢も経験あるかもしれないけど、恋をするとね、好きな水も喉を通らなくなるのにゃ。じゃあもう何も通らないね、水が通らねえなら。恋するとお腹が減って大変だにゃ。水が通らねえなら大体もう通んねえよ。あ、まあでもそういうことを言ってるのか。なるほどね。あのね、古いマグロをゴシゴシこすると皮剥がれるだけでしょ。煙の中からマグロマシンが出てくるのに。あ、ランプ的な扱いでね。魔法のマグロっていうことね。三つのお願いを聞いてくれるんだって、生臭そうな魔人。古いマグロ、どこにあるのかにゃ。新鮮な方がいいな。ダメだよ、古いのは。絶対悪くなってるもん。生臭い魔人が出てくる。腐った魔人が出てくる。皮膚とかボロボロに剥げた。嫌だわ。何？あ？今、内藤さんの声しなかった？絶対してねえわ。聞こえなかったよ、そんなの。あれれ？内藤さんの声知ってんのか？気のせいかにゃ。矢のつく怖い人たちって叫んでた気がしたにゃ。ピンチじゃん。完全にピンチじゃん。だとしたら、助けに行かなくちゃ。にしてもそんな叫び方はしないけどね。矢のつく怖い人たち。粒貝に水を混ぜて、よーく混ぜて食べるのがね、すげえまずくなりそう。水で浸してるだけじゃん、やってること。何料理だそれ。渋谷料理って言うらしいにゃ。やっぱ渋谷の文化って理解できねえわ。死ぬほど美味しそうだよね。一生理解できないわ。すごかったにゃ。粒貝水に浸してかき混ぜるだけって。濡れた粒貝になるだけだから。ねえねえトロ、今まで一人暮らしだったけど、今はもう違うのにゃ。そうだね、俺と一緒に暮らしてるもん。って何これ、俺と一緒に暮らしてるてじゃないの、一人暮らしでしょって。え？だって今は牛沢と一緒だから、そういう話をしてるんだよね。二人暮らしなのにゃ。まだしらばっくれんの俺。え、二人暮らし？何の話みたいな。二人暮らし？水分摂取するのも一緒にゃ。それは個別にやってるけど多分。有野課長のサインも二人で半分こにゃ。嫌だよ、そのままにさせてくれ。二人って胸キュンだにゃ。爆笑トーク終了にゃ。俺はただ困惑したよ。二人みたいな反応は、もう一人いるよみたいなホラー展開じゃないよね。お、どうした？あ、なんだ、テレビか。見させねえぜ。にゃにゃ。
このピーって音なんかほっとくと自分のプレステ3が鳴ったかと思うよね。学校の先生に自爆しちゃったら、やっぱ退学かにゃ。そうだな、人生から退学してるな。自爆してんだもん、退学だぞんなもん。うわー、気をつけないと、気をつけないと自爆することあんのか。すごかった。牛座、今日は早起きした？今日はね、早起きがどのくらいからか知らないけど、まあ早起きなのか。えらいに早起きって難しいのにゃ。早起きは鋭利な刃物の徳ってカンドリ忍がテレビで言ってたもんにゃ。何言ってんだ。頑張って早起きしないとにゃ。鋭利な刃物の徳、ことわざを踏襲しているのであれば、鋭利な刃物1個分得したみたいなことでしょ。まあ3問よりは上かな、鋭利な刃物分って。美人家庭教師とタコの間に子供ができるとね、ホラーでしょ。嫌だわ、目は美人家庭教師に似て腰はタコに似るんだって。もうぐにゃぐにゃじゃん。へえ、ハーフなんだにゃ、かっこいい。そのハーフ嫌だ。キメラだからね、ハーフというか、正しく言うなら。こーわ。あのね、人にされたら嫌なことって何？はあ、人にされたら嫌なこと、こういうことですか？無視ってどんなこと？技かな。無視されるんだ。うん、教えてくれてありがとうにゃ。用済みだ、消えろにゃ。冷たすぎる。技ってことになっちゃったな。五十嵐隆のうちには割と頻繁に出てくんな。五十嵐隆専用の山手線があるんだって。一応知ってる人の方が少なそうな人物ではあるからね。これも、山手線？自分だけその山手線で任天堂に行ったりするのに、京都まで通ってねえよ。同じとこぐるぐる曲がるよ。ずるいよね。用済みだ、消えろにゃ。勝手に話しといて、俺に何か聞いたわけでもなく一方的に話しているだけの時にも言うからね。用済みだ、消えろにゃ。あのね、今なんか食べたいものある？飲み物でもいいよ。ほうほうほう、今食べたいもんか。いや、あるよ。だって今もう夜中だもん。お腹すく時間だよ。ガパオライス。タイだね。タイの味が欲しいね、今。ガパオライスってどっち？食べ物。ガパオライスってどんな食べ物？辛いよ。あー、料理だよ。ガパオライスなんだ。うん。ガパオライスって響きがいいなって思っただけで、ほんとはそこまで食べたくないけど。うん。お腹空いてきちゃったにゃ。不思議だにゃ。カノー姉妹のお話してると、いつの間にか、後ろにカノー姉妹が立ってたのと同じだにゃ。同じじゃねえよ。なんだそのホラー話。バイバイにゃ。お化けの噂すると本当にお化けが現れる理論みたいなことだよね。カノー姉妹の話するとまたカノー姉妹じゃん。恋人に内緒でカノー姉妹と水分摂取するのはダメなのにゃ。いいでしょ別に。一緒に水飲むぐらい、一緒にスポーツドリンク飲むぐらいしちゃうこともあるかもしんないよ。しちゃったよ俺。なんならガーン、なんてことするのにゃ。めちゃくちゃ結婚してる。
そういうことすると中性脂肪を噛まれたり引っかかれたり大喧嘩になって別れることになっちゃうのにゃ。水分を摂取しただけで。おいおいおい、なんでその使い方は正しいんだよ。久しぶりに聞いたわ。おいおいおい、なんかやたらそれだけ精度高いな。用済みだ消えろとか節操なく使うくせに。あのね、あのね、人間になったら牛座と恋人同士になって、ほう、なんかそんな話前もしただろ。どうすんの？水分摂取する？二人で一緒にキャッチボールするのが夢なの。なんかそれ2、3回聞かなかったっけ。あー、楽しみだね。楽しみにゃー。手と手、目と目を取り合って、目と目を取り合って、ひえキャッチボール、目で眼球でキャッチボールする気、ひえすごかったじゃないよ。怖すぎ。ちょっと俺やめとくわ、トロとは。キャッチボールえぐられる可能性が出てきたから。あのね、あのね、人間ってたとえ無視されてもぐっと我慢しないとダメなの。そういうこともあるだろうね、これは実際。そっか、こっちが大人にならなきゃいけない状況もあるんですよ。じゃあトロも無視されても泣かないで我慢しないとにゃ。あ、普通の話だ、終わっちった。そうだね、普通にもうそういうこともあるけど頑張ろうねみたいな話になっちゃった。そして勝手にへこんじゃった。あ、切り替えた。あー、へこんでた。忙しいな、表情の変化が。宇宙から真の造成人が地球に来てるらしいにゃ。マジか、みんな。真の造成人、みんな1分間に70回ぐらいドグンドグンってしてるの。どんな宇宙人。たまに不整脈のやつもいる。人間をさらっては渋谷に連れてって真の像の中に怪しいものを埋め込むのにゃ。ペースメーカーとかじゃないよね。怖いよね、怖いよね。いや、医療危機かもしれないし。いや、でも怖いな、真の造成人。気をつけなくては。うわ、どうしよう。終わりかよ。対策練ろうよ。ここでは別にへこまないんだな。よくわからんな。あ、ねえねえ、水分摂取をやりすぎるとバカになるんだって。そんなはずはない、そんなはずはないんだ。ならないよ、むしろ脳梗塞とか防ぐ原因になるかもしんないよ。どっちかっていうと1日に7回もしちゃったから足りねえよ。ちょっと心配しちゃった。7回、1回量によるけど、それむしろ足りてないやつよ。あ、ねえねえ、昔から言われてるらしいんだけど、壁に目あり、障子に背中あり。なんだって。背中で何を感じ取ろうとしてんの。障子に背中？昔のお家はお化け屋敷なのにゃ。ひらひらの布にはハラミがあるかもしれないにゃ。全然もう何にもわかんない。用済みだ、消えろ。あー、トロ最後にへこんじゃったけど、まあ今日はここまでにしようかな。はい、ありがとうございました。まあトロまだ旅立つ気配ないけど、いつ旅立ってもおかしくないからへこんでいる。あー、元気になった。切り替えが忙しい。はい、ありがとうございました。